私は世の中というものを嫌というほど見てきた。行員たちの置かれている状況は誰よりも分かっているつもりだ。同情を引く一番の方法は自分を哀れに見せることだ。それくらい君にだって分かるだろう。血も涙もありませんね、徳氏殿。それはあまりにも一方的な物言いだ。私は誰にも強制などしていない。金のために働くのも今すぐ出ていくのも彼らの自由だ。違うか。まあいい。ハガードもこんな話をするためだけに君をよこしたのではないだろう。他に何か要件でも。ふん。ハガードはアストロナジーを使ってオムニアムタワーを止めたいのか。助けたい気持ちは山々だが、残念ながらうちのアストロナジーは少し前に盗まれてしまったのだよ。亡くなったと気づいてすぐに鉱山のあちこちを調べさせたが、何一つ収穫はなかった。まあ8割方ハイエナの仕業だろう。あいつらは隙あらば襲いかかってくる。今じゃ鉱山周りの多くの土地が奴らの手に落ちてしまった。だが鉱山内部の状況も不安定で、あいつらに構う余裕がない。そこでだ。困った時はお互い様です。私がハイエナの相手をしますから、あなたはアストロナジーを取り返してください。これはいい。ならば一番簡単なところから手をつけるとしよう。近頃ハイエナの子分どもが大勢この辺で騒ぎを起こしているらしい。すまないが退治してくれないか。